これはやはり先の人々は、ああなんてことしやがる。我々はそういう男を相手にしている。肝に銘じておくことだ。それにしてもヴォルラーンはどうやって奴隷を操っているのだ。ヘルガイの果実ではないのだとすると、脅されているようにも見えなかったぜ。もっと上の空って感じだった。何か別の薬という可能性もあるが、おそらく違う。進んでヴォルラーンに従っているってこと？どうして？最も強固に支配を支えるのは忠誠だ。忠誠が行き着くところまで行くと、主のためなら己の命を捨てることも厭わなくなる。それを自分の意志と見るか、操られていると見るかはともかく。命まで？そんなことがあり得るのですか？現に見た通りだ。それに以前の君ならどうだ。もし私が最もらしい理由で死を申し付けていたら。テュオハリム！またやってしまったか。すまない。いえ、あなたの言う通りです。でもあなたはそんなことはしなかった。大抵のスルドは人の心を縛る術に長けているものだ。苦痛、恐怖、方法はいろいろある。恐怖？この分じゃこの国に抵抗組織なんて残っちゃなさそうだな。待て、様子がおかしい。誰もいない。私は一人暗い。助けて。シオン、無事か？助けに来たぞ。もう大丈夫だ。私は一人暗い。助けて。いや、シオン。嘘。精霊力、人間一人のものとは思え。ヴォルラーンに操られているのか。とにかくもう少し近づいてみないことには判断しようがない。イバラを消すしかないよ。力と力で打ち消す。やるしかないよ。上げろ、今だ。私は一人。シオン、でも生きられない。シオン、私は必ず助け出す。シオン、このこと絶対に。シオンの心の痛みに比べたら離さない。受け止める。だから目を覚ませ。シオン、こっちの番だ。上げろ、総発進。ありがとう。
イバラが再生していく。このままでは。起きてしよう。起きてよ。一人。私は一人。違う。アルフェ！寂しがっているだけなんだ。目を閉じて、耳を塞いで。俺が触れるのを拒んだから。そうだろう。しよう。お前は一人じゃない。ローもリンウェルもいる。キサラもティオハリムも俺も。休んでいる場合じゃないな。終わらせましょう。もう一度あなたに託すわ。決着をつけよう。ねえアルフェ。ん？ああ、どうした？私がいない間、何を？ずっと会いたかったアルフェ。でもそのせいであなたがシオンの心に触れることができたんだ。安いもんさ、この痛み。なんならご褒美と言ったっていい。何それ、痛すぎてどうかしちゃったんじゃないの？ひどいな。なんか二人ともちょっと。やっと会えたんだから嬉しくて当然じゃねえの？そうなんだけど、別にいいんだけど。それぞれに合ったあり方がある。これはこれで良きかな。
多少は周りの目を意識してほしいですが。しろ。ありがとう。もう大丈夫だから。行きましょう。ボルラーンを倒しに。あ、シオンから出たあれ、イバラなんだよね。闇の精霊力って言ってたけど。そうだ。だがシオンの制御下になかった。精霊術とは違う。あれほどの精霊力、イバラとは何なのだ。彼女なら何か知っているのだ。300年前のレネギス、おう、レナス・アルマ。そう、そうだったのね。あなたもたくさんのものを追っていた。お互い様だ。あなたが私だと思っていたのはネビリという人だったのね。私はその人の子孫なのかしら。かもしれないな。そのくらいそっくりだ。それにしてもシオンのことといい、奴隷の扱いといい、えげつないことこの上なしだな。セルドってのはまったく、まこともって宦官の至りだ。あ、いや、その、あ、悪い、そういう意味じゃ。あのイバラの暴走はボルランが仕組んだものだったのでしょうか。どうだろうな。餌としてなら誘拐だけで十分。たまたま使えると踏んだだけではないか。イバラのことは置くとしても、人質として手元に置いた方が効果的だったように思えますが。アルフェンをただ排除したいだけなら直接襲えば済む話だ。ボルラーンにはそれだけの力がある。それをしなかったのは少しでもアルフェンを苦しめるためではないかと思う。なんで、なんでボルラーンはそんなにアルフェンを憎むの。ダナ解放の先頭に立っているから。あるいはな。ただボルラーンならずとも、スルドブリガを真剣に争っている身にすれば、勝者の王がすでに存在するのは面白くあるまい。ちなみに彼と面識は。みんなと一緒に遭遇した時しかない。結局謎だらけってことだよね。別にあの野郎をぶちのめすってことは変わらないだろ。単純でいいね、ローは。それにしてもシオンのこと、一時はどうなるかと思ったぜ。でもよかったよ、本当。アルフェンもだが、シオンは大丈夫か。おかしなことはされなかったか。あれから何も覚えていないの。あの時アルフェンに痛みが戻った時、昔を思い出した。誰もが私に怯えていた頃、それで暗闇が湧き上がって私を包んで、私は何も見えなくなって、
一人ぼっちで。シオン。大丈夫だ。もう大丈夫だ。俺たちはここにいる。もう一人にはしない。ありがとう。オルランのこの衛兵よ。見張りというより待ち構えているという感じだな。ここからは自分の力で押し通れということかな。ならさっさと終わらせようぜ。待て、作戦を。ローに難しいこと言ったって意味ないよ。行こう。お前たちの盲目的な習性、奴隷と何が違うというのだ。オルラーに誉れある。無駄だ。意志にあるようでない。そこをダラジンたちと同じだ。やったと言ってないよ。ゆらばり風が肌が肌が肌が顔を走る。こう忘れる。終わらないよ。手が倒れる。ダメルだ。ロー受け黒重装ライバル。行けるぞ。後味が悪い戦いだ。奴隷も兵士も皆正しいことをしていると信じきっている。うん、勝ったのにすっきりしないよ。私は忠節そのものは讃うべきものだと思ってきた。しかしこれは使える主君の問題なのか、それとも忠節それ自体が間違っているのだろうか。自ら考えるのをやめた時が間違いの始まりなのかもしれない。ならボルラン王を倒せば自分で考えるようになるのか。いや、今問うべきことではないな。まずはボルラン王を倒さなければ。さすがはボルラーンの聖兵、装備も連動も並の装甲兵とはわけが違う。ボルラーンにたどり着く前に力尽きないようにしないとか。町も町なら城も城だ。仰々しいったらないぜ。大差ないといえばそれまでだが、こちらの方がまだ持ち主の性格が感じられる。どんな性格ですか。威圧的かつ強権的、そして何より無慈悲。暮らす上での快適さなど微塵も求めていない。支配のための場所、それを見せつける意図しかない。これほどあの男にふさわしい城もあるまい。あえて私たちを招き入れたのも殴るためということですか。なめやがって。絶対にあの花柱へし折ってやる。なあ、炎の剣ってなんだか前よりすごくなったよな。うん、精霊力の勢いも増しているみたい。アルフェンが王の能力をより使いこなせるようになったということか。そうなのか。
どうなんだろう、自分ではよくわからない。二人の絆が深まった証、それで十分ではないか。お、なんかいいな、そういうの。そうなの？私に聞かれても。なんだよ、二人ともはっきりしねえな。仮説でよければ聞かせて、シンゼルが。あ、いや、そういうのいいです。でも、そうね、前よりマスターコアから力を出すのに抵抗がなくなった感じはあるかもしれない。やっぱ絆か。くぅ。だが、お前の手の方は大丈夫なのか。以前でさえひどく焼かれていたはずだ。そっか、そうだよ、前よりもっと熱くなってるんじゃないの。確かに熱さも痛みもひどい。だけど不思議と戦っている間は耐えられるんだ。剣が自分の一部みたいな、胸が高鳴るような。うまく言えないが、その胸の内に炎の剣以上の炎が燃えているというわけだな。またしれっとな。一番高く一番大きな場所を探すという素人はそうしたものだ。なるほど、経験者は語るか。ボルラーのやつはどこにいるんだ。我々の前にいない以上、玉座以外あるまい。あれこれ固い口ないで、さっさと出てくればいいのに。まったくだぜ、今まで散々自分から出向いてきたくせに。これがあの男なりの楽しみ方なのかもしれん。いたぶるだけいたぶって、とどめは自分でか。いい性格してるぜ。普通に考えれば獲物を十分弱らせるためなのだろうが、この手の込みようはやはりそういうことかもしれないな。アルフェン、大丈夫だ。ボルランを倒す、それで最後のマスターコアを手に入れて、レナス・アルマを作り出す。それで終わりだ。突破するぞ、ボルラーに褒めよりも。あげろ、あげろ、あげらせないよ。あ、やらせない。これで今のうちに、あっちを止めないと封じるかも。行けぞ、レスク、こっちはまた出なる、切り裂け、あれを通す、炎が、炎が、増発する、はい、
バラバラにしてやる。やるぞ。いけるぞ。そうだ。先行か。こっちの番だ。被害者は任せろ。流れが来てんじゃねえか。相手も術を使うか。やれるぞ。怪我はないか、みんな。うん、まだ戦えるよ。通路が羽橋みたいに曲がってるのか。蹴り倒したりはできねえわ。おそらく制御装置の類があるはずだ。探してみるでしょう。物で止められると思うな。うん、我々の消耗が狙いか。近づかせないよ。ボルラーに止まれ。ありよし、立たせ。やれるよ。投げろ。総発生ないから。決めてやる。総発生か。俺を怒らせやがって。精霊力を叩き込む。警戒は怠る。そういえば以前、出会い頭に襲って、ここは抜かせ。ボルラーに踏まれて。ガメロ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 ガメガリエセン、メディンクレタを舐めなさい。こっちハンマー。こっちまた超連打。ゲロスイジャソー。後発イレン抜けろ。無理は禁物だな。やるしかない。空を飛ぶやつか。私なら落ちる。その隙に。分かった。若いやつは分かった。
射しないわよ。ドルラーに褒まれあれ。相手も術を使うか。風よ火の芸術よ。下げろ。氷の闇だ。長くがいい。今だよ。嘘。ライバル。私確実についてる。なんか機嫌いい。容赦しないわよ。外さないわ。やめよ。抜くなよ。
浮き雲上げろ、総発入れ、倒れろ、やらせじゃ、切り刻む、どうにか倒せたな。ひどい目にあったのに
強くなんてないわ。一人のままだってどう？どっちなさい。邪魔よ。邪魔せろ。出せる。もらった。邪魔よ。上げろ。邪魔せろ。連打だ。ないから。
なんかヤバそうなのが出てきたぞ。歓迎の趣向としては芸がないな。来るよ。これもボルラーンのもてなしか。あいつの君がわかるよね。バカにしてないで集中しなさい。緑の手札ラックセレンダル上げろ。弱そうなところを叩こうぜ。絡めとる。ヤバテンヤバテンオーラ。やらせない。させないから。ヤバテンオーラ。嫌いな。切り裂け。よし、今のうちに攻める。レンガだ。お前だ。俺の進化
こっちゃ。あの復讐致命傷になりかねん。それを防ぐのが私の役目です。うっ、させないよ。今だよ。リエジョーマ、死の風からとして呼び戻す。ひとまず一匹片付いたか。これでなんとかなりそうですね。待て、よさおかしい。殺害だぞ。さっきもまるで別物ね。こちらが本当の姿。炭深き者の姿だよ。よそし、ヤマタノオロス。地蔵の奥を引き上げろ。ガラッとやめるよ。止める。行くよ。やめるよ。叩き捨てる。ヤマタノオロス、させないよ。相手の術を使うか。そっちは私に任せて。ヤマタノオロス、任せて。君の役はリンカリータのセレンド。させないよ。ガロー砲火、炎が。ヤマタノオロス、氷の槍。ヤマタノオロス、ガリオス、ヤマタノオロス、リンカリータ。起きるのに強い。いけるわ。ヨットラブロック、出さない。ヤマタノオロス、やれるぜ。このまどに殴られる。ヤマタノオロス、俺の真骨だ。はあ、やらせない。やめろ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 。ここで決めてやる。やめろ。やめろ。お前が。ヤマタノオロス、クラガー、振り続けるよ。私が止めるよ。ああ、私なら男だ。俺の真骨だ。炎よ、外さないわ。終わらないよ。ヤマタノオロス、入り行け。もう一回入り行く。入りなえ。闇の神にあなたを任せろ。レンガだ。危ない。止める。続いてみなさい。レッドレン、いけるよ。私が止めるよ。傷を治すわ。ファーストエイドを。レンガダン、手合う。あたえ、終わりか。ヨー、レンガダン。君の役は、リンカリータ。大地を追いついている。ヤマタノオロス、あがくがいい。いけるぞ。ロー、戦争ライバル。みんな、無事か？あ、だが、何度もこういうのが出てくると、ウォルランの元にたどり着く前の消耗が心配だな。またあの音。よほど我々の心変わりが心配らしい。律儀なことだ。辛いが、今は先に進むことに専念するんだ、アルフェン。わかってる。大丈夫か、シオン。ええ、ありがとう。まだ何が出てくるかわからない。無理するなよ。敵がいないかどうか見てくるわ。
どうした？うん、なんか、なんだろう。あ？シオン、アルフェンにだけ、なんていうか、よそよそしいっていうか。そうか？いつもあんな感じだろ。そんなことない。助けた時はもっと。だったらあれだろ、ほら、そっくりなご先祖のこと。それもあるのかもしれないけど。気にしすぎじゃないのか？なんだよ。ううん、もういい。なんだよ、変なやつだな。ボルラーンのお出ましも近いから。そう願いたいものです。ようやくだ。待ってろ、ボルラーン。ねえ、サラ、シオンのことなんだけど。何か一人で悩んでるように見える。うん、私たちに対する態度とアルフェンに対する態度もなんか違うし。アルフェンは記憶も通覚も取り戻したけど、シオンにはまだ茨があるし。だからぎこちなくなるのは仕方ないのかもしれないけど。でも本当にそれだけなのかな。それで何かしてやりたいのかな。前にシオンは私に言葉をくれた。だから私もシオンの力になりたい。でも今のシオンにどんな言葉をかければいいのかわからなくて。確かに今のシオンは心にいろいろなことを抱えていて、その絡まった糸を見るだけで精一杯のようだ。だからといってむやみに踏み込むことが必ずしも良いこととは限らない。でもだったらどうすればいいの？今私たちにできるのは見守ることだと思う。シオンが心を見せてくれた時、すぐ手を差し出せるように。シオン、うん、